どうも、のりごとうです。先日ですね、チキンカレー、美味しいチキンカレーを作ったんですけど、そのチキンカレー作りの際に、飴色の玉ねぎを作ってたんですけど、それがね、めんどくさいっていうのは動画の中でね、ちょっと喋ってたところ、こうしたら簡単にできるよっていう豆知識をね、教えていただきましたので、長い時間かけて炒める飴色玉ねぎが、どれだけ簡単になるかちょっとね、試してみたいと思います。普通に玉ねぎをみじん切りにします。本当でもフードプロセッサーって便利。 OK、 ね、保存パックに入れます。で、できるだけ平らにね伸ばして、密閉、こんな感じで、これ冷凍庫で凍らせます。あ、凍ってますよ、完全に。バキバキ。これを、炒めると。もう凍ったこのままね、入れちゃえばいい。このまま入れちゃいましょう。あ、ちょっと入んないぞ。割れないね。あー、いい匂いだな、でも。このままね、蓋を閉めてほっとけば、最初はいいみたいですね。冷凍しとけば、生で、置いとくよりも保存が効いて、これいいっすね。もし本当に早いんであれば、前ね作った時はもう長くて長くて飴色になるまで、もうね途中で嫌になっちゃってね、飴色になる前に溶けるまではもう火も強火でいいってことなんでね。で、この溶けた水分でそうそう焦げることもないんで、放っておけば結構いいみたいですね。水分がすごい、これを煮詰めるまではね、もうずっと強火で、これほっとけるっていうのが楽なのかもね。すっごいしんなりとしてきたら、塩を入れるっていうことですね。ちょっと軽く塩ね。これでよりね、玉ねぎの水分を引き出すっていうことみたいです。まだ全然、あ、なんか早い気がする。強火だから、強火で焦げないっていうのがすごい。あんまりね、かき混ぜないのもポイントみたいですね。混ぜたくなっちゃうんだけどね、これすごい。あ、これは普通にやるより断然楽だ、凍らせるだけで。OK。早いね、やっぱ。じゃない？ちょっと焦げちゃったけど。断然早い、普通より。これでね、美味しいカレーも簡単に、より簡単に作れると。いや、いいこと聞きました。いやね、ちょっと焦がしちゃったんですけど、でも確実に早いや。これはね、便利です。